疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、はい、やってきました西田のゲーム実況企画よろしくお願いします。今日もお願いします。行きましょうよ。今日は、こちらでございます。お、今回スイッチの、はい、荒野行動ですね。荒野行動です。はいはい、今回は2021年11月18日木曜日発売のですね、全世界3億ダウンロードを誇る荒野行動初の DLC コンテンツですね。ありがとうございます。荒野行動ゲームリズムパック、荒野行動ゲームリズムプレミアムをプレイしていきたいと思います。わかりました。荒野行動は3億ダウンロード、3億ダウンロードすごいですね。はい、今回あの言わずと知れた荒野行動さんの DLC パッケージということで、はい、ゲーム機ハイテク神秘性をテーマにデザインされた独占衣装とプレミアム武器、スキンなどが入手できるそうです。あんまりよく分かんなかった。ゲームゲーム機、いや違いますよ。神秘性いきますよ。はい、もう一回お願いします。ゲーム機、ゲーム機ハイテク、ハイテク神秘性をテーマにデザインされた独占衣装とプレミアム武器、スキンなどが入手できるそうです。武器、スキンなどが手に入るんですね。はい、最後のだけ拾ってますけど、ね、ハイテク神秘性をテーマにした衣装とか、衣装とかゲームスキンが手に入るんだ。そうです。なるほどなるほど、そういうことです。わかりました。なので今回それを使って荒野行動をプレイしていこうということなんですけども、おしゃれをして人をぶっ倒すってことですね。そういうことです。わかりました。ただ最近ちょっとお偉いさんとか視聴者から、はい、西田さんがいつもゲーム実況してると、ゲームに集中しすぎてちょっと全然喋んない時あるよねっていうあるんですよ。これクレーム来ちゃいまして、ただそれのなんか対策を持ってきました今回は。お、ありがとうございます。すいません。今回はですね、あのゲーム実況じゃなくて、ツッコミ実況と、ツッコミ実況題しまして、ゲーム実況中終始、はい、西田さんの最も得意とする技、ツッコミ。もう俺はツッコミができるだけで成り上がった男ですからね。そういうことですよね。そうですよ。ツッコミが面白いということだけで、だけで中映者で仕事してるんですから。そういうことです。そうですよ。だ今回もツッコミまくってもらって、わかりました。ゲーム実況してもらおうと。了解です。では早速今回は荒野行動ゲームリズムパックプレミアムの限定 DLC をダウンロードして、西田荒野行動ツッコミゲーム実況していきましょう。わかりました。よろしくお願いします。なのでまあ、はい、片方がゲームリズムプレミアム、プレミアム、こっちはプレミアムで、そっちがゲームリズムパック、パックなっております。入ってるものが違うんですね。じゃあね、そういうことですね。だどっちもダウンロードしちゃいましょう今回は。わかりました。今回じゃあちょっとおしゃれしてやっていきましょう。はい、というわけでまずはキャラメイク、キャラメイクやっていきましょう。やっていきましょう。さっといきましょう。これはツッコミ実況しますか。ツッコミ実況ですもんね。はい、そう、俺もう女の横で一言足すだけで売れてんだから言い方それだけなんだから俺なんて。行きましょう。出た。お、クマすごいなこいつ。げっそりしてんじゃん。しかも女の子にしよう俺。やっぱこういうのを女の子にするタイプなんだな俺。はい、この子かわいい。というわけで、はい、取ったやつを着てみましょうか。着てみましょうか。はいはい、あったあったあった。これをドン。おお、神秘的だな。確かにいいね。これはあーん、好みが分かれるね。顔も、おー、いいね。顔ペイントはいらない。靴は変えれる。あー、こっちの方が統一感あるな。はいはい、 OK です。で武器が、どっちがいいかな。まあいいか、こっちでいい。こっちにしようか。で、まあ、こっちにしよう。で、だからもうこんだけ手に入るというね。いいですね。はい。衣装チケット。ほう、なるほどなるほど。これで、なんかこう、衣装を、ガチャ的なやつなのかな。そういうことですね。できんだ。一回だけ使用してみようか。はい、お願いします。あ、何、ちょっと分かんないや、やめとこ。ワイでかいける。いけた。いや、いいよ。いいか。 OK です。でもマッチング開始していいんですね。はい、いきますよ。じゃあ行こう。
はい、スタート。行こう。これどこで降りるのがいいんだろう。できるだけ遠いところに行こうかな。ここら辺に行きたいな、じゃあ。いや、あんなとこ行かない俺。真下行こう。建物があるとこ、建物があるとこ行きたいよ。おい、そこ行こう。はい、いない、いた。いなかった一瞬。よし、はいはい、降りよう降りよう。よいしょ、ドン。はい、いけ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 。開いてない、窓が開いてない。どこで開けるの。あ、怖いね。はいはい、ジュー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 。開いた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 。はいはいはい、何これ。あ、8倍スコープだ、嬉しい。よし、行こう。もう、ああなんかにあったけど無視していこう。おい、武器いないか。なんか音するけど俺か、これ。あっちからあっちで銃撃ってるな、誰かが。ちょっとなんか装備したいな。あ、いますね。いる、いたいたいた。やった、やってないね。ちょっと待て待て待て、お前。なんだよ。ブレ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 。はいはいはい、サンキュー。はい、ありがとうありがとう。はいはいはい、サンキュー。ちょっと、なんか装備したいんですけど。今のところツッコミがお前なんだよしか出てない。はい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 、お前なんだよ。なんだよって言っただけ。ちょっと、これには装備できないっぽいな。よし。はい。行くよ。はい、外出たい、外出たい。はい、いない、いたいた、いるんじゃない。はい、サンキュー。おい、よこせお前。おい、荷物よこせ。おい、ああ、落としてる落としてる、隠れよ。はい、なんか装備したいんですけど、うまく。結構撃ってるよね、周りでね。はい、ガラス。よし、出よう。逃げよう。ツッコミ実況。ツッコミどこないんだもん、こんな。得意技ですよね。そう、得意、あ、これだけで飯食ってんすから、俺。飯に関しては。女の横で一言足すだけで。あ、人いない？あ、なんか装備できてんじゃん。ありがとう。いないね。誰かいそうじゃない？いない？こそこそすんなよ、お前らマジで。正面から来いよ。おい。もっと スコープがつけれるやつ欲しいな。あ、これなんか。物資？岩。物資のやつかと思ったら岩でした。車ありますね。車あるな。よし、乗ろう。おい。後ろにこんなん貼ったら後ろ見づらいだろ、これ。バックするときどうすんだよ、これ。おい、行け。あ、運転席にいません。運転席に行けよ、お前。わかるだろ。一人しかいないんだからさ。なんとなく運転席行くだろ、お前。あ、これだ。よしよしよし。一旦移動しよう。どこまで行けばいい？俺どこにいるの？アンチの外側に向かってる俺。ちょっと一回、俺どこ？これか。ここにいんだ。あ、なんか、物資のマーク出てない？ここ。ここまで行こう。よし。行け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 。物資のとこまで行け。
あ、やったやった、物資の周りでも人がね群がってんだ大体な。えい、あ、物資違う、こっちじゃない、そうそうそう、そっちだ。あれ物資じゃない、はい、ストップ。岩、岩、岩、岩物資じゃない、これ岩だ。あった、あ、来た来た、はいはいはい、サンキューサンキュー、拾わしてくれ、拾わしてくれ、武器変えたい、うん、ない、あとは、あ、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、違う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 、これじゃない、これの、そうそうそう、よし、逃げよう逃げよう逃げよう、あ、銃がない、これ拾おう、リュックの残量不足、どうすればいいんだ、何か捨てたい、よし、乗れ乗れ乗れ、車乗れ、急げ急げ、逃げろ逃げろ、ほい、よし、なんか強い武器手に入ったぞ、よし、オッケー、建物をこもろ一旦、よし、やばい、集中しちゃう、ツッコミ実況ですよ、ツッコミ実況、やばい、忘れちゃう、何にも突っ込んでないですよちょっと今何人、あ、残り48人ね、オッケー、もう半分ぐらいだ、よし、来い来い来い、人来い人来い、はい、ちょっと誰かいそうなんだよ近くに、いた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 、なんだなんだ、はいサンキュー、はいサンキュー、ザコはいはいはい、物くれ物くれ、もっとくれ爆弾降ってきたよ、なんか大丈夫か、建物の中にいる、大丈夫か、はい、よし、オーケー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 、ああ武器の煙が出てんじゃん、あっちに車車車、はい、行こう行こう行こう、はい、武器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 、行け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 、気づかれないうちに行け、いるか、しょ、建物近いと怖いんだよ、はい、サンキュー、で、おい、ちょっと、なんか欲しいんだが、何か欲しいんだが、エレベーター使ったら分かんないんだが、なんで売ってるんだ、これ、容量不足、容量不足か、これ欲しい、ああ人来そうだ、人が来そうな雰囲気がある、逃げよう逃げよう人が来そうな雰囲気があるわ、分かる分かる、なんかそういうの俺分かんのよ、よし、はい、いけ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 、逃げろ逃げろ、ああ撃たれてない、なんか撃ってなかった誰か、今木にぶつかってただけです、木にぶつかってただけか、俺恥ずかしい、よし、えい、建物の中に逃げよう、蛇行運転で建物の中に逃げよう、あ、ギリアンチに入ってないぞ、これいけるか、よし、アンチに逃げよう、アンチに逃げよう、まずはアンチに逃げよう、これ変えられないの、変えさせてよ、ちょっといい武器は持ってるんだけど、スコープつけたいのよ、ああ、銃声が聞こえている、後ろか、いねえか、行こう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 、こっそり行こう、でも残り23ですね、ああもう結構行ってますね、行こう逃げよう、ほいほいほい、わあ、この建物、アンチとアンチじゃないとこの境目だ、ちょうど、はいはい、開けて、こう珍しい、内開きでもいけるし外開きでもいけるタイプだ見たことない、あんまり日常生活であんまり見たことないわ、このタイプ、あ、足音聞こえてない、違う、俺の足音か、やばいやばいやばい、オレンジのやつが迫ってきてる、ツッコミ実況ですよ
あれちょっと待って、撃たれてるから一旦待って、おい、あ、痛い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 、ちょいちょい、あ、ちょいちょい、このなんで一発だけのやつ持ってんだ俺、なんだ、ちょいちょい、はい、サンキュー、この弱いなお前ら、どうした、おい、拾いたい、安全地帯の縮小まであと1分、30秒で閉まっちゃう、走ろう走ろう走ろう、あと13人だよ、結構来てる結構来てる、はい、こっちがどんどんこう狭まってるからこっちから誰か人が来るはずなんだ、どっち、どっち、いた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 、サンキュー、いいですね、いいよ、やってるやってる、残り8です、残り8、結構来てるんじゃない、あ、怖いよ、あと5人ね、これいけそうですね、いけそう、あれ人じゃない、木か、はい、撃ってます、どっちですか、こっちですね、ここによ、ここに隠れよう、一旦後ろから来ないでよ、あ、いたいたいた、いたけどやれなかったです、近づいてこ、あと3です、はい、あ、サンキュー、一騎打ちですね、いいよ、いけるよ、ツッコミは、いや、勝ったらいいから負けるやつは突っ込まなきゃいけないけど勝ったら関係ないから、いやスーパープレーって言われるんだから、どうせ勝っちゃいいのよ、これ突っ込みとか関係なく負けると思われてるから突っ込めって言われてるのよ、これ勝ったら関係ない、あ、いいんじゃない、中にいいんじゃない、お前いるね、はい、大勝利勝つんだ、1位です、1位ですね、ツッコミとかいらないもん、ゲームの腕で見せてこうよこんなのさ、まあ、でも一番最初ですからね、これはそうですね、一回ね、そう、同じランクの人とかと、そうよ、ツッコミにしな、腐敗の戦法、神業、撃破7、ダメージ596、すいません、ありがとうございます、すごいです、でもすごい、ほら S だもん、ツッコミ容量、俺荒野行動の方がうまいんじゃないかな飯食えないかなこれで、ね、ありがとうね、衣装も変えてみますか、さっき衣装変えましょう、そうか、あ、違う違う、あー一番地味なのに戻っちゃった、あー、なるほどね、この顔まで隠れてるパターンのやつ、こうかっこいいな。かっこいいっすね。紫でいこうか。我先に飛び降りちゃった。待ちきれなくて。やばい、近くに人がいるよ。はい。はい、やね。サンキュー。あ、結構人が多い、ここら辺。やだ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 。はい、待って。ああ、ここ、4つに区切られてるから入れない。ちょっと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 。はい。はい、入った。はい。やばいやばい、人が絶対に近くにいるよ、これ。いた。サンキュー。あっちもいない？バーカ。おい、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 サンキュー！強いね、痛い、ちょっと待ってくれ、どっから撃ってる、ちょちょちょまあまあまあこういうこともありますよね、
今のはもっと突っ込んどくべきだったね。いや本当に、いや本当にちょっと、あどこあ今のはもっと突っ込むべき、すみませんでした。こんな早く負けるとは。ツッコミ実況ですから、すみません、88で負けるやつもっと突っ込んだからダメだ。待ち時間のが長いことになっちゃってすみません。